怪しすぎやろ。人体実験すか？うはぁ、やっぱりロボットものもいいですな。探偵事務所に行ったんじゃなかったのか。この熱い友情、熱い戦い、早くも来週の放送が待ち遠しい。テレビ近くね。何？箱からお知らせが届いてたに。なになに、依頼？緊急の依頼が来ました。緊急やって緊急。それも3件もです。詳しい依頼内容は探偵事務所でお話しします。おお、マジかマジか、いいねいいね。何？緊急依頼だに。緊急が3件も、やばいやん。すべて着々とこなしていかんと。あゆな、早く行くだによ。もうちょっと待ってよ、次回予告も見なきゃだから。緊急って言ってるだに。こんなもん見てる暇ないだによ。ちょっと、ウサピョン邪魔。しばき倒されたけど。あー、ベイダーモード。いい加減にするだに。わかったわかった、急いで準備するから。いつも避け方がなんかテクっとんやけど。第5章、街に潜む巨大な影。でも依頼は3つもあるんか。なんなんやろ。緊急の依頼とやらを聞こうかね。えらそうなやつだに。それでは、まずは1つ目、デカニャンさんからのご依頼です。デカニャン、その依頼内容ですか。緊急なんだから、それはもうスリリングな依頼が、ドキドキ。ダイエットに協力してほしいとのことです。え？って、しょぼ。え？ダイエット？なになに？もうすぐデートがあるとかそういうこと？それでは二つ目。今度は人間のご婦人からの依頼ですね。素敵なプラモデルを探してほしいとのことです。ああ、誕生日が近いとかかな。素敵な。えらくふわっとした要望だけど。プラモなら得意分野だよ。そして最後は、破れかぶれ院長という方からのご依頼ですね。破れかぶれ院長？そんなお医者さん聞いたことないけど。内容は、秘密実験に協力してほしいとのことです。怪しすぎやろ。人体実験すか？危険な香りがプンプンするだに。そう？私的にはすっごいワクワクするけど。緊急の依頼は以上になります。お好きな順番で受注くださいませ。ありがとう、ハックン。それにしても、確かに何でもやりますとは書いたけどさ、探偵らしくない依頼ばっかだにね。探偵らしい依頼って何なの？クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。三つの緊急依頼を解決しよう。ということで、アイナさん、三つの緊急依頼とはまた別なのですが、あの調子堂のご主人からも緊急の依頼が来ているんです。マジで。もしかすると妖怪ウォッチに関わる重要な案件かも。こちらもお忘れなく。オッケーオッケー。友達たくさん、これは関係ないんか。緊急依頼これ。デカニャンのダイエット作戦。体重を気にされている方から深刻なご依頼が来ています。なんでも本気のダイエットに付き合ってほしいとか。お、ご褒美、あれ、何あれ、マイニャンパーツじゃない。マイニャンパーツ。あ、そっか、女の子の方か。でもさ、ダイエットしたらデカニャンっていう名前が関係なくなるんじゃない？ね、あれ、頭にキノコ生えとる？このクエスト受けます。目的地ナビも行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。急激にぐーたらしよるけど。あれ？依頼、確かに受注したよね。いくら待っても依頼人が来ないだにね。動けんのやない。太りすぎて。おかしいですね。もう来られてもおかしくない頃ですが。どんな鳴き声だ。なんだにこののぶとい声は。今回の依頼人が来たのかな。ちょっと外に出てみるだに。入れんのやないん、でかすぎて。探偵事務所の外に出てみよう。うわ、ほら、入れんや。しかもやっぱりキノコ生えとる。バカでか。見つけたのに、あいつは妖怪デカニャン。ってことは、ユウが依頼人の。そうでふ、オラッチが依頼人の。デカニャンでふ、喋り方かわいいね。デカニャンは、フユニャンという浮遊霊の猫妖怪が、
とある事情で巨大化してしまった姿らしいだに。ちなみにデカニャンの時は物を巨大化する能力があるらしいだによ。あゆうさ不思議探偵社へようこそ。で、デカニャン、ダイエットに協力してっていう依頼だけど、一体どうしてそんな体になっちゃったわけ？オラッチ、もっと強くなるために雨の日も風の日も、さらには風の日も、ん？嵐の日も特訓してたデフ。それだけ特訓してたら安そうなもんだけど、反動で食ったな。それが特訓した後は腹が減ってご飯を爆食いしてしまうんデフ。特訓してはバクバク食べて気づけばこんな姿になってたんデフ。明らかに食べ過ぎだに。これじゃ強くなるどころかろくに動けないでしょう。その通りデフ、完全に計算ミスだったデフ。だからどうか君たちの力で元に戻る方法を探してほしいんデフ。まあベタなダイエットは走って体を動かすことだにが、じゃあさ、鬼ごっことかどうかな。鬼ごっこ？そんなんで本当にダイエットできるだに？痩せられるなら何でもするデフ。鬼ごっこダイエットお願いするデフ。どんだけの短時間で痩せるの？デカニャンと鬼ごっこでダイエット、もうこの場で始まるわけだ。あれ、中に入ってしまったんだけど。鬼ごっこダイエット付き合ってくれるデフ？付き合うよ。よろしくデフ。どうやればいいの？3分以内に1匹捕まえろ。なんか逃げよるやつ。チャリは無理なのか。チャリは使えないのか。早くね。いや、まあ早くないと鬼ごっこにならんのか。とりあえず私の目にはあいつしか見えてないから、あいつを追いかけるよ。おっしゃ、回り込める。来いよ妖怪。うえ、こいつか。マジか、こいつか。捕まっちゃったデフ。よし、成功。簡単だったな。で、何、痩せた？ぜーぜー、もう動けないデフ。早っ。いくらなんでもバテるの早すぎじゃない？どうやらデカニャンに鬼ごっこは向いてないみたいだに。じゃあ別のダイエット法か。どうしよっかな。なになに？でしたらバトルでいろんな技を使えば走るよりも痩せられるのでは？それだ、冴えてる。そこから出てきたらよかったのに。ふさかれとんかな。いえいえ、そんな。それじゃあバトルでダイエットよろしくお願いするデフ。おー、デカニャンとバトルでダイエット。バトルでダイエットするデフ。ほい、久々のバトル燃えてきたデフ。お、デカニャン、なんだかやる気マックスって感じだね。いい感じだに。この調子で一気に痩せるだに。もちろんそのつもりデフ。さあかかってくるデフ。なんかバフって潰されて終わりな。かわいいやん、なんか。え、でこれは何？勝っちゃダメなの？勝たないとダメなの？まあわからんけど、とりあえず負けないようにしよ。頑張るよ。ほら、やっぱりのしかかりとか強力なことをしてくる。毒ぶとうさビーム。さあ、いけ。もう徹底的にボコボコにしてさ、そのお腹の肉を引っ込めないと。チャージ完了。猫色吐息でバフーン。何それ、猫色吐息って、猫色って何すか。いけい。よし。うわ、やべえな。うおお、なになになに、素早さダウン。マジで、ちょっと待って、とりあえずさ、ほんのりそこそこ回復。うさぴょん頑張って。そして、あ、今のお払いなんやね。取りつかれたってことなんや。なるほどね。よし、これで釣り糸は OK。 そしてウサピャンって、ウサピョンもお払い。そしてメラメライオン、体力が危ないよ。ってことで、ちょっと先に体力の方を回復しておいて、でからのお払いかな。よし、来た。こ
このね、3つをいっぺんに切れるときがすごい気持ちいいんだけどさ、なかなかうまくいかない。まあ1本ずつでも気持ちいいんやけどね。よーし、ここでツリートの回復技を使って、ほい、あーなかなか止まらない、ほい、よっしゃー。さあツリート、世界平和をつぶやいてくれ。世界平和のつぶやき、よし。あ、みんな技 OK？ じゃあ極太ウサビームを披露してくださいまし。あとちょっとやで、体力いけい、極太ウサビーム。この場所におったら向こうの攻撃当たるんじゃない？ちょっと、あ、大丈夫か。とりあえず大丈夫っぽいけん。さあいけ、メラメライオン聖剣バーニングだ。回せ回せい、チャージ完了。今おる場所当たるやん、攻撃。ちょっと待って、みんな下がって。お、やっつけた？おっしゃー。どうよ、痩せた？脂肪にパンチをいっぱい繰り出したと思うんやけど。なんかみんな輝いとった。回復のやつかな。勝利。イエーイ。人のためにすることって気持ちいいね。どうよ、ぜいぜい。何も変わってないけど。どうデフ、バトルで体を動かして、オラッチ少しはスリムになれたデフ。何も変わってねえわ。た、確かにそう言われるとなんとなーくほっそりしたような。そうデフか。何言ってんのウサピョン、全然痩せてないじゃん。あ、言っちゃダメだよ、ガーン。せっかくメイが褒めて伸ばそうと思ったのに。えへへ、メンゴメンゴ。デフ、バトルでダイエットもダメ。一体どうやったらオラッチは餌やるデフ。そもそも素人の私たちはダイエットとかやっぱり無理なのかな。ブリー隊長だ。もしかして伝説のトレーナー妖怪なら。伝説のトレーナー妖怪だに。実は私、桜中央シティのスポーツクラブの常連でして。マジか。最近そのスポーツクラブには伝説のトレーナー妖怪がやってきたらしく、彼の最新ダイエット法で妖怪たちが次々と痩せていってるみたいなんです。ハックン、それってどんな妖怪なの。すみません、実はまだ私もお会いしたことがないもので。それだけ残して去っていく。最新ダイエット法、それならオラッチもダイエットできるんじゃ。うん、なんか期待できそう。そうと決まれば、桜中央シティのスポーツクラブにレッツゴーだに。おー、桜中央シティのスポーツクラブに行こう。桜中央シティ、スポーツクラブ。あー、やべえ、信号を渡っていない。よーし、向かえ向かえ。どこだ、あそ、あ、なに今、いたよ。ほら、導き、導き、ちょ、くね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 動いてんじゃねえ。うん、何それ、どういう、え、入れない、そういうことね、くぐれって。楽しようとしてんじゃねえぞてめえってことか。全然関係ないの。身代わり人形を2個手に入れた。そして導き、あれ、導き、何が出るかな。なんだなんだ、宝箱からよ、嫌がらせじゃねえか、ただの。地滑らしたちが現れた。しかも気持ち悪い。それは関係ないか。てかあれかな、こっちの女の子の方はマップ上に妖怪が現れたりとかはしないのか。おらんね。うん、おらんっぽいわ。チーズ。ふんふんふん。桜中央シティのスポーツクラブ。じゃあ向かうか。こっちからは出れる？出れない。なるほど、こっちからしか出れんのやね。よいしょ。さあ向かうよ。と
りあえずちょっと。あれ？こっちから渡れんのか。なるほど。こっからじゃないと渡れんのよね。待ってね。よし。さあ、行くよ。電車乗りには乗車券が必要です。一日乗車券購入します。そして、桜中央シティへ。さあ、早く来い。中央線桜木行き普通列車。さあ、これであっという間だ。はい、乗りまーす。本日も中央線をご利用いただき。ジャポンの電車は快適だりな。電車でこのまま宇宙に行ければ最高なんだけどだに。やや、銀河鉄道ってやつですか。ウサピアもなかなか通ですな。いや、ミーは別に、なんとなく思ったことを言っただけだに。でも銀河鉄道ならやっぱり SL じゃないと成立しないでしょうな。別に宇宙に行ければ何でもいいだに。ちっちっち、銀河鉄道は SL と相場が決まってるんだな。でもこのご時世、SL を入手するのは至難の業。すまん、ウサピオン隊長。銀河鉄道を諦めてくれ。全くだね。最初から本気で行けるとは思ってないだに。でもあれやない、電王の列車とかやったらさ、行けそうな気がする。ね。まもなく、桜中央、桜中央。お日向方面へはお乗り換えです。よし、到着、桜中央で降ります。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。